分子系統解析について話をしたいと思います。で、分子系統解析と系統樹ということですけれども、分子系統解析とは何かというと、アミノ酸配列とか塩基配列を使いまして、分子のデータを使って、生物間または遺伝子の系統、進化的な道筋を解明するというものです。で、この解析は当然なんですが、地球上の全生物は共通祖先から進化したという仮説に基づいています。ですので、そういう道筋といいますか、進化の系統があるということで、その系統を表現する一つの手段として、系統樹というものを作ります。で、この系統樹を見ると、共通祖先からどう分岐したかということが表現される。で、これを作る手段、元のデータとしては、形態の際、分子であれば、アミノ酸のがどう違うかとかいうことですね。遺伝子の違いをもとに作成しますということで。系統樹のそれぞれの言葉についてご説明しますと、この系統樹というのは、節というものと枝というものからなるグラフです。グラフっていうのは、結局その点と線の集まりのことを、数学的にグラフと言いますが、節というのは、ノードとも言いまして、ノードのうちですね、例えばこの系統樹ですから、木に見立てると、木の根っこに当たるような部分ですね、ここはルートという呼ばれます。それから、ノード節にも2種類、区別がされまして、インターナルノードっていうのが共通祖先というもので、ルートから現存する生物、あるいはその分子データですね、それの途中に昔存在したであろう共通祖先をインターナルノードと言いまして、で、現存するデータ、あるいは生物については、ハと呼んだり、エクスターナルノードと呼んだりします。このキーは大体、多くの場合、左から右に時間的な軸として書かれて、左の方が、ルートの方が過去のデータで、右側が現在のものを表します。で、このパターン、あるいは構造を、トポロジー樹形という表現、言います。で、この枝の長さなんですが、これには意味がありまして、進化的係数の違いの大きさを表します。ということは、長いと、この2つの、分子というのは、非常に距離があるというか、違いが大きい。あるいは逆に、短いと、あまり違いがなく似たものであるということを示します。で、次に、この系統樹には、有根系統樹と無根系統樹というものがあります。左側の絵が有根系統樹の典型的な絵で、先ほど申してましたように、ルートというものがあって、それから派生したような、時間的に系統が分かれているという絵ですね。右側は、そのルートというものがないような系統樹で、単にその分子間の距離だけが分かるというような系統樹、これを無根系統樹と言います。それから、下に書いてありますけど、系統樹に含まれる、部分集合ですね、操作単位のことを OTU、オペレーショナルタクソノミックユニットと言います。で、これは、右側だったら、例えば1、2、3、4、5個、5、OTU は、5種類、5本の OTU であるとかいうふうに言うわけです。で、次に、その無根系統樹は、ルートをつけて、有根系統樹にすることができて、その方法には2つあります。1つ目は、最も遠い関係にあると知られているような生物種の配列を1つ以上含めるというやり方で、この、遠い生物種の配列は外群、アウトグループというふうに言います。で、2つ目の方法は、最も関係にある2つの配列を結ぶ枝の中点をインターナルノードとするというようなやり方で、ここで1つ目の、1番目の例を図に書いてますけれども、
例えば左のような無根系統樹があったとします。これに、あ、すいません、この丸い方がですね、先にあったとします。で、これに、遠い関係にあると知られている、つまり哺乳類ばかりの分子の系統樹だったとすると、鶏の分子を1つ持ってくるわけですね。で、それで、系統樹を作りますと、この間に根が存在するということが分かりますの、まあ、分かりますので、その中の、ある部分をルートにして、こういう有根系統樹に持つすると。で、もう2番目の方法については、例えばこう一つ前のスライドですけど、こういうものがあったときに、最も遠くに離れている2つ、ここでは A と E でしょうか、それの中点をルートとして作るというような話です。まあ、主に1つ目の方法がよく使われております。で、系統樹には、まあ、図形で表現することをこれまで示しましたが、テキスト形式で系統樹を表現することもできます。これを入育フォーマットと言いまして、例えば図のような系統樹をテキストで示す場合には、下のような形でも書けます。これはつまり1つ目と2つ、1番と2番の分子が一番近くて、あるいは3番目と4番目はまたそれと独立に非常に近いと。で、その1番目と2番目のグループと3番目と4番目のグループが次に似ていて、5番目が一番遠いというような感じですね。で、この入育フォーマットっていうのは、実は複数書くこと、書き方が、まあ、可能性としてありまして、同じ系統樹でも複数の書き方に、書き方が可能です。ご覧のように、まあ、見ていただくと分かると思いますが、例えば2番目の形でいくと、まあ、1番目と2番目が最初近くて、次に5番目との距離が、5番目がくっつけることができると。で、あとは3番目つけて4番目つけるというような、さまざまな組み合わせというか、近い順に持ってくるとしても、そういう形で表現できます。これは全部同じ系統樹を示します。次に進化距離というものですが、これは何かというと、分子の配列の相位度を示す指標で、まあ、進化距離が遠いとか近いとか言うんですが、これはこの距離の長さは、配列の分岐後の時間の長さと、まあ、比例といいますか、比例ではないんですけれども、正の相関があると、考えられています。で、進化距離というのは、系統樹の作成の手法に応じて、異なりまして、必ずしも同じ分子データ間で、進化距離は1つに決まるというわけではありません。で、これ、いろいろな、まあ、距離数値が出ますけれども、それは系統樹を書いたときに枝の長さに反映されます。ですから、枝の長さは分子の違いに相当し、それを進化距離というわけですね。で、次のスライドは、分子系統樹推定方法について、代表的なものを列挙したものです。で、主に2つに分かれまして、1つ目は距離行列法、ディスタンスマトリックスメソッドと言いまして、2つ目はケース状態法と言います。で、1つ目の距離行列法というものは、さらに2つの方法が有名で、平均距離法 UPGMA というのと、近隣結合法ネイバージョイニングメソッド、あるいは NJ 法というものになります。大きく分けた2つ目のキャラクター施設メソッドにも、やはり、まあ、大きく分けて2つあって、再節約法マキシマムパーシモニーメソッド、あるいは MP 法というものと、左右法マキシマムライクリフットメソッド ML 法というものがあります。で、最後の左右法の特殊な例として、ベーズ法というものもありますので、まあ、言葉だけ、まあ、今日は、覚えていただければいいかと思います。で、これについて、少し、詳しく、
見ていくわけですが、どの作成方法も系統図作成の前にまずですね、全分子データのマルチプルアライメントっていうご覧のような、整列したデータ、まあ、位置関係を整列したものをまず作ります。でこのマルチプルアライメントの作り方についてはちょっと今日は対象外としたいんですが、まあ、これができたという後にどうやって系統樹を作るかということをお話ししたいと思います。でこれができたらまずそうですね、次に何をするかというと、大きく大別した距離行列法ではですね、一番下に書いてあるように配列のペアごとに進化距離を計算して距離行列というものを作ります。でこのここでは何本あるんですか、8本の分子データがありますが、まあ、上の続きが下の方になっているんですけど、これのペアは2本ずつ取ったときにその2本の距離というものを計算します。これは大抵まあ時間の割合ですね、まあ単純に言うと何文字違うかという率で進化距離というのを計算して、全ペアの通りで、行列を作って、各ペアでどのくらい、違うかっていうものを作ります。で距離行列法の最初一つ目は UPGMA 法なんですが、まずスタートしてマルチプルアライメントからご覧のような配列ペアの距離行列を作ります。ここでは3本の、まず、ですね、配列があるとしまして、あ、すいません、4本ですね、4本あるとペアとしては A と B、A と C、A と D というようなペアが取れて、その各距離というものが、まあ、数値としてここにこう計算しておけます。まあ、B 対 C、B 対 D、C 対 D とでも起きますね。でこの中でまず最小の距離を探します。でこの例では例えば DAB というところの A と B の距離が最小だったとします。そうするとその A と B の系統樹をまず作成するわけです。でこの時に、その距離としては、この AB 間の距離の半分を、枝の高さとしてまず系統樹を作ると。で次に AB を作りましたら、この AB を一つのグループとまとめてみなしてですね、でさらにこの AB のグループ C と D という3つの、距離を計算して、再度距離行列を作ります。で AB と C との距離っていうのはどうやって、見るんだというような話についてはですね、ちょっと、ここではちょっと詳しくは言わないんですけれども、そういうのを計算できたとして考えてください。で、次にこの新しい距離行列の中で、まあ、やはり同じように最小のものを探しまして、まあ、ここの D、A、B、C というのが最小だったとします。そうすると、AB と C というのが最小なのでこれからまた系統樹を作ります。先ほど AB の系統樹できてましたのでこれから C を付け加えるという話ですね。その時に問題になるのはこの高さがいくらにすればいいかというと、この距離のやはり半分というのを、AB というグループと C の分岐の距離として、書きます。以上の繰り返しで、最後までいくと。これが UPGMA 法で、まあ、アルゴリズムといいますか手順としてはこのような形になります。でこのやり方は一般的にですね、系統樹だけではなくて普通のデータのクラスタリングっていうのが、まあ、情報処理でありますけれども、まあ、それの典型的な例に相当しまして、系統樹作成法でも、まあ、基本概念の一つとなっています。ただしこれでは、まあ、いろいろ問題があって改良されている部分があると。
で、一つの問題としてはですね、進化距離が全部、進化速度が全部一定だという前提で、計算しておりますので、実際にはそうでないことが多いんですね。それを改良しようとしたのが次の近隣結合法になります。これは進化速度が一定でない、一定という仮定ではない。でこれはですね、どうやってやるかというと、まず同じように先ほどと同じように1番目配列の全ペアを取って距離行列を計算します。次に、まずその全部のここでは例えば6本配列があったら、その系統樹をとりあえず正常樹というものに設定します。こんな絵ですね。これは、全部一つの共通祖先から一気に、一度に分岐したという絵になっています。でこの中心にから伸びている近隣ペアというものを選びます。これは6本ありますから、6本のうちの2本を取る形になりますが、そういうものを1回作成して、例えば1番と2番というものを結合すると、このような図になります。で、このようなトポロジーが与えられたとすると、全部の枝の長さはいくらになるかっていうのを、各枝の長さの総は Sij というものを計算するわけです。ここで Sij というのは、ペアに選んだものが入りまして、ここの例だと1番と2番をペアとして選んだ場合ですから、S12 というものを計算します。S12 というのは、各枝の長さの総和ですね。これは、なるべくですね、系統樹を作るときに、近いものをまずペアにしたいということなんで、Sij、すべてのペアについて計算したときに、一番小さいものを選択すれば、そのようになるわけで、4番目のステップとしては、すべての Sij 計算したうち、最小の Sij が最小、一番小さいものを樹形を選択します。で、この、Sij の計算については次にやるんですが、それが計算できたとして、この Sij の選択、小さいものを選択する。そしてまたですね、5番目 OTU が3つなら終わり、つまりここで、スターがになっていない状態なら、それで終わりなんですが、ここではまだスターがありますので、1、2を1本と考えましてですね、1個と3、4、5、6の 5個の中から2つのペアを選ぶということをまた再度やりまして、つまりステップ3で近隣ペアを選んだように、またペアを選んで Sij を計算して、その中から Sij が最小となるものを選んで、どんどんこうペアを作っていきます。それで最後に OTU が3つなら終わりということになります。で、Sij どうやって計算するんだっていうのは次の話です。これはですね、例えばこのような例があると、これはもともと4本のスターの正常樹形があったときに、1番と2番をペアとして選んでジョインした場合にはこのようになるし、あるいはまた3番と4番というものを選んだ場合もこういうふうになります。そうするとこの時に Sij、つまり S12 というものを計算したいわけですが、そのためには、ですね、L1、L2、L3、L4、L5 が分からなくてはいけません。でこれを全部足せば Sij になるわけです。でこれはどうやって分かるかというと、距離行列をもともとマルチプルアライメントから計算してますので、D の Ij というものが分かっているわけですね。で D の Ij が分かってて、それら例えば L で表現できますので、例えば D の1、2、1、2間の距離というのは L1 たす L2 で表現されると。1、3間の距離というのは L1、L5、L3 を足し合わせたものが等しくなるというようなふうに L を定義するといいますか、
これ D が与えられてて、このレンズ方程式解いて L が分かります。で、それぞれの L が分かりますので、トータルの距離 SIJ というものが分かります。で、これが最小となるような構造、パターンを選ぶようにします。で、そういうやり方で、まあ、3番、4番が計算できまして、系統樹が作成できます。これで、これをネイバージョーニングと言いました。で、以上で、その、上半分ですね、この距離行列法の1番目と2番目についての説明終わりますが、で次に、係数状態法というものに行きます。最大節約法というものですが、これはまあ、パーシモニーメソッドとか MP 法とかいうわけですが、原理としては、塩基の残基ですね、まあ、アミノ酸残基あるいは塩基の置換数が最小になるような系統樹を選ぶという、まあ、ちょっと何のことやらっていうところがあるかもしれませんが、これはですね、系統樹を作ったときに、その系統樹の通りだと共通祖先から、1塩基だけ変わればそういうその与えられた配列が得られるのか、あるいは3個とか4個とかね、そういう複数回やらないと与えられた配列が出てこないのかというようなものを、トポロジーごとに違うんですね。なので、得たい答えのトポロジーだと、それを中で祖先からは置換した数は最小になっているだろうというのが、まあ、節約というところの意味なんですね。そういう系統樹を選ぼうとするときの、まあ、手順なわけですが、まず情報を持つサイトっていうのがありまして、これをまず見つける。この情報を持つサイトっていうのは何かというとですね、このマルチプルアライメントがあったとしますね。で例えばこの1番目は、K、ほとんどが K で、ここにこの1個の配列だけが R に変わってます、でこのサイトだけ考えたときに、全てのトポロジーの、なんていうんですか、いろんな系統樹を考えても1回の置換で、この配列は実現してしまうんですね。だから、すいません。この1番目のサイトというのは、系統樹を考えるにあたって、ほとんど情報を持っていないと考えるわけです。で、じゃあ情報を持っているのはどういうところかっていうと、文字が複数のサイトで変わっているようなところ。で、まあ、先ほどの文章にあるように、条件でいうと2残基以上が2配列以上、持っているようなサイトですね。情報を持つサイトっていうのはそういうサイト、特定の位置に限るわけです。そういうところを全て見つけます。だ情報を持たないサイトっていうところは考慮しない。これから今後は考慮しないんですね。で2番目に情報を持つそのサイトそれぞれについて、いろんなトポロジー考えまして、その各トポロジーにおいて、共通祖先から何塩基あるいは何残基違ったら現実の与えられたデータが出てくるかという置換数を求めます。でこれはサイトそれぞれについて、求められます。でそれを3番目でサイト全部について単純に総和を取ります。そうするとトポロジーによって、何回置換が必要かっていうのが違いますので、その中で、置換数が最小な樹形をトポロジーを選択してそれを答えとします。でこれが最大節約法というわけです。ちょっと実際にはかなり込み入った話というか難しいところがあるので、今日はイメージとして、ね、その置換数が最小になるようなトポロジーを選ぶんだという原理のところだけ押さえていただければいいかと思います。で、4番目にありますのは、最優法、
で、これはマキシマム・ライクリフットメソッド、確率的な、概念でモデルを選ぶ話でして、これもちょっと何度も難しくなっていくんですが、アライメント中の一つの座位、K番目の座位というのを考えます。サイトですね。まあ、カラムで言ったら何番目のカラムか。で、その K 番目の座位において、下のような例えば樹形、トポロジー A というものを考えます。これは一つのトポロジーですね。ルートが下にありまして、それから2、まあ、1回分かれて、2回分かれて、4本の配列ができたというトポロジーです。で、この一つのトポロジーに対して、誘導、まあ、確率的には、まあ、最もらしさの度合い、言い換えると、与えられた塩基データが得られる確率というものが誘導というものになるわけですが、これを求めます。まあ、一つの座位について、このトポロジーが与えられた、決まったとして、与えられた塩基配列、例えば AAAT とかいうものがあったりすると、それが得られるような、確率を求めるわけです。その確率を求めるためには、ご覧のようなですね、パラメータというか、確率が与えられなければいけません。例えば、S0 から、まあ、S6 までは塩基ですね。現存する、まあ、4本のデータ、ACGT の文字列と、共通祖先が560ってあります。で、ここにも A かもしれないし、C かもしれないし、G かもしれないんですが、まあ、そういうのが全通り考えるわけです。で、それから V1 から V6 までっていうのは、これはアライメントから求める塩基置換率っていうもので、そのサイトで、どのくらいの確率で、0.3 ぐらいの確率でとか、ある確率で、まあ、C から T に変わったとかですね、あらゆる可能性を考えるわけですから、それぞれについて、まあ、塩基置換率っていうのも与えられて、まあ、これ探索して求めるんですけれども、まあ、こういうものが必要、確率を計算するためには必要。でそれから GS0 っていう、もともとのここで塩基が A である確率、C である確率、そのようなものも与えられないといけない。さらに、PIJV とありますが、塩基 I が V の置換率で、塩基 J となる確率、例えば、ここは CD で T だとしたら、で V4 がまあ 0.1 とかだとしたら、C が T に 0.1 の確率で変わるから、ここからここまでは 0.1 で、であとは、まあ、ここら辺、掛け算とか足し算でですね、このトポロジーが与えられたときに、この1、2、3、4の塩基が決まっているときに、それがどのような確率で出るか。というのを求めます。それが LAK というもので、まあ、書き下すとそのこんな式になります。これは S0 では ACGT 全ての例を足し合わせるし、S5 でもそう足し合わせるし、S6 でも足し合わせます。それから、まあ、ACGT 仮に置いたとして、全部の P の IGA の確率を全部掛け合わせるわけですね。そうしますと、それ全体 ACGT全てのパターンについて、特定のパターンについて確率が計算できて、まあ、全通りのパターンを足し合わせると。これを誘導というわけです。それが一つのカラムについて計算できて、一つのトポロジーについて計算できるわけです。で、このトポロジーについて、全座位1から N までの誘導を全部掛け合わせます。つまりその、これは K 番目の縦のについてのものでだけでしたが、アライメント、マルチプルアライメントは、まあ、左から何百残機とかあるわけですね。そうすると、これを100個ぐらいこう掛け合わせるという操作をします。そうすると、このトポロジーの誘導 LA というものが計算できます。で、トポロジーを、なんかたくさんある可能性から一つ決めたいわけですから、全トポロジーを考えて、そのトポロジーごとに LA というものを計算します。でたくさんあるトポロジーで LA というものが いろんな数値で出てきますので、そのうち最も高いものを、そのデータを生む可能性が最も高いという解釈で、
そのトポロジーを選択して回答するというわけです。まあ、非常にその1回では多分わからないと思うわけですが、詳細にですね、一つ一つ押さえて納得しないといけないところではありますが、まあ、こういう確率的なモデルでいろんなトポロジーを考えてその確率の高いものを選択するというようなやり方で、これを最優法と言います。最もらしいものをモデルを選ぶということですね。で、次のスライド以上で、まあ、代表的な4つの、系統樹作成法をご紹介したわけですが、これらを実際に実行するときにはプログラムがたくさんありまして、今有名なところをここで、書いております。メガっていうのは、まあ、日本の研究者が国際的にな共同研究で作っている、まあ、かなり有名なソフトで、これは Windows 上で動きます。でいろんな機能が豊富にあります。ただしちょっと今、ですね、お手元の資料ではメガ最優法もできると書いてあると思うんですが、ちょっとこれはできないようですので訂正したいと思います。メガは、最優法は多分ない。でフィリップ最優法についてはその次のフィリップやパウプ、モルフィ、パムル、ファイエルメールというもので、できて、まあ、パウプっていうのは優勝であると、あとはパムルっていうのはいろんな統計的検定ができるという意味で、いいかもしれませんし、ちょっとデータが大量の場合にはファイ ML で高速な手法がいいかもしれません。まあ、どれかを使っていただければ、まあ、いいかと思います。で、系統樹作成については以上でありまして、次にこれも重要な概念であります、同義置換というのと非同義置換という概念のご紹介ですが、で同義置換というものは何かというと、まあ、遺伝子 DNA のコード配列に生じる塩基置換のうち、アミノ酸に変異を生じないもので、非同義置換というのは逆に、変異をアミノ酸変異を生じるものです。で ご承知のとおり、その遺伝子 DNA のコード配列というのはコドンという単位で、DNA からアミノ酸に翻訳されるわけですが、まあ、コドン表というものが有名で、まあ、これは人などの生物に対するものですが、例えば3文字の DNA 配列のうち1番目が ACGTあ、すみません、UCAG のどれかっていうのが、例えば1番目が U だとしますと、まあ、このラインを見ると。で、RNA の2番目の文字が UCAG の、まあ、例えば A だったら、この、四角セルを見ると。で、3番目の UCAG に応じて、例えば3番目が U だったら、その UAU というコドンはチロシンをコードするというようなテーブルですね。でこれを見ていただくと分かるように、例えばセリンをコードするものっていうのはこの辺に固まっていまして、あとこの辺に固まっています。ということは、セリンをコードするのは1番目が U で2番目が C か、1番目が A で2番目が G かの2通りしかない。で3番目のが何かっていうのにはよらないわけですね。そうすると、あるいはですね、フェニルアナリンというのがいいかな、1番目 UU というものによっていて、3番目が U か C かっていうのはどちらにしてもフェニルアナリンをコードすると、そうすると UUU という塩基から UUG に変わっても、まあこれはコードするアミノ酸を変わらないので、変異、つまりアミノ酸の変異を生じないということで、 UUU から UUG への置換は同義置換であり、逆にですね、 UUC から、まあ、ロイシンの方の UUA に変わるような変異であれば非同義置換でアミノ酸の変異を生じますということですね。でこれは非常にその重要で、DNA のどこに変異がどういうふうに変わるかということが、
アミノ酸の変異を変えるか変えないかを決めると。で、それが進化的に重要な意味を持っています。で、これはどういう意味があるかというポイントなんですけれども、まず前提としてですね、ホモログの DNA って書いてます。これは例えば、共通祖先の同じ遺伝子を持っていたものが、違う生物で、ちょっと多少違う DNA 配列になったと考えますと、そういう同じ、対応する同じ遺伝子の違う生物種間を比べることによって、同義置換が何個か、非同義置換が何個かのこれを推定することができます。例えば、ヒューマンの遺伝子と、マウスの遺伝子、同じものを比べてみて、配列は多少進化上変異が入ってますので、比べることができて、そのうち、コドン単位で見ていくことができますね。アミノ酸配列分かってますので、どの塩基がコドンの何番目かっていうのは、違う、別の生物学的知識で分かりますので、同義置換か非同義置換かを変異を分類することができます。それで数が一応推定できる。で、この数についてですね、一般的に、同義置換の方が非同義置換より多いということが知られています。これは何でかというと、の理由が次に書いてあるわけですけど、まず1世代での塩基の変異っていうのは基本的にコドンの位置にはよらないわけです。どの位置にどの塩基が変異しても、それは等確率で起こりうると。ところが、その後ですね、アミノ酸に変異のないような置換、同義置換というのは排除されない傾向にあります。というのは、アミノその塩基が変わってもできるタンパクは同じですから、それは特に影響がない。一方で、アミノ酸に変異のある置換、アミノ酸が変わってしまうような非同義置換は、有害なことが多いわけです。タンパク質のアミノ酸配列が変わってしまいますから、そうすると機能を持ってなかったりするわけですね。で、それが重要な場合には、成人になれないとか、子孫を持てないというようなことになることが多いということのために、進化的に排除される傾向にあります。つまり、何百万年も時間経った後に子孫としての DNA を比べた時には、どっちが残っているかというと、同義置換の方はたくさん見られるということなんですね。で、これが一つのポイントです。もう一つは、同義置換率というものと非同義置換率を比べた場合、置換率というのは、ご覧のように同義サイト分の置換数です。つまり、例えばコドンが2つあった場合に、同義置換が起こるようなサイトは、基本的に2つ以上がないわけです。で、そのうち実際に置換されている個数というのが同義置換率で、非同義置換率というのは、2つのコドンを考えた場合に、基本的に1番目のコドン、2番目のコドンが、変わってしまうと、アミノ酸が変わってしまいますので、それが2つある場合には、非同義置換のサイト数というのは、4つであると考えて、そのうち何個が実際に変わっているかというのが分子で、それが置換率と。この2つを、置換率を見たときには、同義置換率というのは多くの遺伝子で共通なんですけども、非同義置換率は遺伝子によってばらつきがあるということが、大体のデータで見られるということですね。で、これ実際に試験を受ける方は出たことがあるので、ちょっと注意しておかれたらいいと思います。で、次の概念は相同性と類似性というもので、相同性っていうのは非常によく使われる言葉ですね。大体分子データを扱うときには相同性を見るとかいうのは、よくやりますけれども、それは相同性は、
英語でホモロジーというふうに言いまして、これは2つの配列があったときに、それらが共通祖先から進化してできたものであるなら、それらには相同性があるとか、ホモロジーがあるといい、またはこの2つは相同である、あるいはこの2つはホモロガスであるというふうに言います。で、ホモロガスの配列を、ホモログというふうに言います。まあ、英語ではちょっと2パターン、ご覧のような書き方があります。で、このホモロジー相同性に関しては、よく誤解されるのは類似性とこう混同されるということがあります。で、2つの、例えば2つの遺伝子に類似性、配列の類似性があっても相同とは限らないということで、祖先が異なるけれども配列が似てくる、あるいはその機能が似てくるということがあるわけです。これを収斂進化と言いまして、そういう例外がありますので、類似性はノットイコール相同性と。で、もう一つの違いはですね、相同性は質的な性質なので、あるとかないとか言います。つまり相同性はある、2つの配列を見たときに、相当性があるとは言うんですが、相当性が高いとは言わないですね、本来。で、一方で、類似性というのは量的な性質なので、これはまあ、高い、低いと言ったり、類似性は何パーセントであると言ったりします。以上、相当性と類似性ですが、で、次の、概念。あ、すいません、ちょっと 文字がこう重複してますけど、オーソログとパラログについてです。で、先ほど言った相同な遺伝子ホモログというものは2種類に分けることができます。で、オーソログとパラログというのは区別されまして、オーソログというのは主分化の際に分岐したホモログで、パラログというのは遺伝子重複によって生じたホモログである。ですので、まあ、大体、オーソログというのはこう別の種に対して、同じ遺伝子について言います。この分岐図があるんですが、ちょっと見やすく修正したいと思います。はい、すいません。例えば図のような系統樹があった場合に、人の遺伝子、マウスの遺伝子 A' B と B' っていうのがあったときに、 A と A' については、これはオーソログ、この2、2つ、A は B の、あ、A は A' のオーソログであるとか、A' は A のオーソログ、あるいは A と A' はオーソログと言ったりしますし、B と B ダッシュがオーソログということを言ったりします。それから、このパラログの関係にあるのはどれかというと、A と B、例えば A と B ダッシュ。これは A と B ダッシュはその系統樹の元と根っこのところで分岐してますから。これは共通祖先で、A と A の、A、上のですね、ここの共通祖先で、A の、まあ、A の 2' みたいなものと、B と B' の祖先の方の B2' みたいなものが分岐したというふうに考えて、つまりその共通祖先で重複が起こったんだと。いうように考えますので、それで生み出された関係ということで、A と B' あるいは、実はその4通りあります。パラログは実は4通りこの中であります。まあ、A と A' がオーソログで、B と B' がオーソログなんですが、それ以外のその4通りについてはパラログであると。
で、これがですね、オーソログとパラログという、まあ、2種類のホモログの関係です。で、次に実習に入りたいと思いますが、まず最初にそのどういう実習をするかっていうのを一通りご説明したいと思います。で、今回はマルチプルアライメントをプログラムで作成する。で、プログラムの名前はクラスタルダブルというものです。で、これは複数の配列データが与えられたときにそれを入力として、ご覧のようなマルチプルアライメントという整列、同じ残機が揃うように、配列、配置したデータを出力します。で、これをもとに、まあ、系統樹まで持っていきたいわけです。で、一つですね、ペアワイズアライメントという概念もありますが、これは2本の配列のアライメントで、マルチプルアライメントというのは3本以上の配列を並べるアライメントです。で、3本以上の場合は、あまり厳密にすることができなくて、類似性の高い順に2本ずつ比較して、いくことが多いです。まあ、これで十分大抵の場合は高精度のアライメントができます。で、クラスタル W のその手順、まあ、これはプログラムですから、その全部計算機がやってくれるんですけれども、中でどういうことが起こっているかっていうのを書き下したのがこういうもので、まあ、1番目にデータを読み込んで、2番目にペアごとに配列間距離の計算をします。で、先ほどまあご説明した近隣結合法によって系統樹を仮に作ります。これは仮であって最後の結果とは必ずしも一致しません。その系統樹をガイドとしてですね、4番目のステップとして2本ずつ整列をさせていきます。で、1本ずつ足していきながらマルチプルアライメントを使って最後に系統樹も出力してくれると。で、最後の系統樹と3番目の系統樹は、まあ、繰り返しになりますが必ずしも一致しません。で、次の画面は DDBJ で提供しているクラスタル W の入力画面です。で、これを細かく言いますと、あと実際にアクセスしてもらうんですが、1番目のところに、配列を入力して、2番目の、まあ、データ受け取り形式を選びます。まあ、一応ウェブでそのまま選ぶことはないと思います。このままで。で、3番目に実行ボタンを押しますと、まあ、実行されて答えが出てくるわけですが、まあ、3番目を押す前にもしいろんなオプションを選択したければそれを選んでから3番を押します。あるいは、まあ、8番でもいいわけですが、まあ、選ぶいろんなものとしては丸4としては入力した配列が DNA なのかプロテインなのか、まあ、最初デフォルトではオートマティックで自動判断になります。あえて入れたい場合、選択したい場合に選択する。で、5番目はアライメントの詳細で、これについてはちょっと今日は、まあ、割愛したいと思います。で、6番目系統樹作成の詳細だって、まあ、距離を元にする方法なのか、まあ、ギャップを考慮するとかいうところですね。それから7番目はその系統樹は一つ答えが出てきますけれども、それが信頼できるかどうかっていう確率を計算することができます。これがブートストラップ計算ということで、それをしたい場合にはオプションを選択すると。で、これでできるわけですが、次に結果の表示が出てきます。1番目はですね、ご覧になれますかね、こう入れた配列が1、2、3、4、5とあって、まあ、
残機ありました、名前と何残機ありました。で、3番目に結果のそのマルチプルアライメントされた結果が出てきます。で、4番目は系統時の入域フォーマットですね。それから、5番目もちょっとそのこれはリンファイルとして取ってくるためのリンクで、これはまあ別の、おそらく2番目の答え、あ、すいません、4番目は途中に使ったガイドトリーの系統樹で、6番目が最終的なガイドトリーの、入域フォーマットということです。で、実際の最後の絵としては、例えばこんな系統樹が出てきます。この数字と距離はですね、これ進化距離であって、置換率を大抵出したりしますね。